皆様こんにちは。みそかみしんいちの教育論動画チャンネルナンバー268、本日は、昨日配信いたしました竹内義明先生とのインタビューの後に、私と議論した内容を編集してお届けするものでございます。テーマは、本のタイトルから、主体的な学びが成立するための条件の探求となっております。これが昨日配信した本編ですね。概要欄に URL を貼っておきますので、それをご覧になってこの議論をお聞きいただければと思います。議論の内容ですね、大きく、3点なんですけど、2点書いておきます。1つはですね、竹内先生の本でですね、私が2014年にアクティブラーニングと教授学習パラダイムの転換というですね、アクティブラーニング論について本格的に書いた、最初の本があるんですけれども、その中で実はポジショニングを通して2つのアクティブラーニングの、力学タイプというですね、こういう、話があるんですけれども、誰も取り上げてくれなかったですね。もう10年経ってしまったんですけれども、でアクティブラーニングはね、活動あってとかね、なんかこう表面的なところばかりでこう、議論がなされましたけれども、とても残念でしたけれども、それをですね、この竹内先生、拾ってくれてまして、私とても感銘を受けました。ありがとうございますと。で、もう一つはですね、型っていうことをね、文科省の答申、指導要領では、型ではないという言い方をね、していて、それは特定の方の、論者がちょっとこう前に出すぎたっていうことを牽制したということは当然あるんですけれども、ただ型がなかったら教育できませんのでね、その塩梅ということについて竹内先生と議論いたしました。はい、それでは議論の様子ですね、ご覧ください。私今回先生にこうやって、本が先生の出てきたというのはあるんですけれども、現行の学習指導要領がもう施行されて4年経って、答申レベルから見たらもう8年と。で、まだ本格化してませんけど、次の指導要領に向けた議論っていうのも実は結構ね、進んでいる中ですので、その中で現行の指導要領をまとめていく中で、世の中を騒がせたというか、非常に大きな転換になったキーワードを、アクティブラーニング主体的体的や深い学びを、いろんなタイミングでねこうまとめていく、何回も同じことでもいいから確認していくっていうのはちょっとこのタイミングでも非常に大事だなと思って、先生のご著書をありがたく拝読した次第です。で先生ポジショニングの話を私の本から拾っていただいたんですよね。で、私ね2014年の本は2010年ぐらいからずっと書いてて、大学教育をもう本当に全ての焦点にして書いてた本で、で、2012年に質的転換投資出てきますけど、あれだって出てくるの知らない中で書いてた本なんですよね。で、っていうか、この本を書いている、そのいろんなとこで講演とかしてたものを、文科省の方も途中で聞いて、釣り合わせが入ったっていう、こう、裏舞台っていうのも実はあるんですけれども、だから定義がこう、質的転換投資と近くなってくるのは当たり前って言えば当たり前でね、そういう本なんですよ。で、私それは、アクティブラーニングがこう、いろんな意味も含めて義務化していく中で、良さと問題とあるんですけれども、でもこの本ですごくこう、力を入れて書いたのが、ポジショニングだったんですよね。そこが実は、本当にね、先生が多分初めてじゃないかと思うぐらい、この本を出して、私のこの、ポジショニング2タイプの力学っていうのを取り上げて、初めて見るんですね。あ、そうなんですか。そうなんです。あれは分かりやすいなと。私ね、こういう感じで考えないかんって思って、あれ、かなり、練り上げたり、バージョンアップしながらして、最後まとめたんですけども。ポジショニングの考え方は、他のところでも使ってられたんですよね。私はね、私は自分の著作の中ではもうバシバシ使ってます。ですよね。自己の形成のところとかで。そうですよね。なので、ある意味慣れてたというか。そうですね。結構ね、ポジショニングそれ自体の概念は、私オランダのハーマンス先生ってね、ちょっと留学してたところでお世話になった先生から、かなり叩き込まれましたんで、で、それとても私は大事だと思って、自分で受け止めたものなんですね。で、要は
受動的な学びがどういうことかっていう操作的定義は必要なんですけれども、それを乗り越えるレベルでアクティブっていうのを考えていく話と、もっとアクティブをこう特定してね、いろんな形のアクティブがあっていいと。で、こういう形でポジショニングをその受け身のところに置いてちょっとこう飛び出るぐらいで考えるのか、もうアクティブ自体がもう自明の前提でね、そこからいろんな方向性があっていいんじゃないかっていう。この二つを分けたのは私にとってこの本の結構大きなポイントだったんですよ。なるほど。ところが、この質的転換投資もそうだし、世の中の受け止めっていうのは非常に単調でね。ここ私としては、アクティブラーニング論をしていく中でかなり残念に思ってきたところなんですね。なるほど。で、それを、先生、いや、私は先生、かなり私の意を受け止めて、最後の3段階もね、私、あれでいいと思うんですよ。実践的にね、ああいう感じでも捉えてくれたら結構、発展すると思っていて、いや、まずコメントなんですけど、感謝です。私も、本ではいろいろこう、そのアクティブにこう、ポジショニングしていった時の多様性っていうのは論じたつもりだし、その後高校以下、小学校、中学校入っていっても、あんまりね、私はこういうのがアクティブラーニングのこう、具体的な形なんですよっていうことは言わないように、してきたつもりで、現場の、考えるいろんな取り組み方にこう、耳を傾けてきたというかね。で、ただポイントは、何のための主体的かっていうことで、やっぱり資質能力の育成っていうのが大きく掲げられてますのでね。で、それは、この高等教育の中でも全く同じで、ただただ主体的であればいいっていう話してないのでね。そこはね、かなり接続を現場でも指導のポイントにはしてきたけれども、主体的な学びのこう具体的な形は、私はもうペアワーク、グループワーク発表、書いて話して発表と、これぐらいしか言ってこなかったですよ。で、これぐらいは言わないといけないと思ってましたしね。で、田上先生、言ってみたら、こういう具体的な方法をこう記述する答申っていうのは踏み込みすぎじゃないかと。こういう、まとめるとこういう言い方だと思うんですけれども。で、どうなのかな。私ね、主体的、多様的で深い学びとこう、ブレイクダウンした表現が決して分かりやすくなったとは思ってなくて、例えば松下佳代のね、ディープアクティブも、私ね、どっちかってあっちの方が好きなんですよ。自分の同僚だとか、横に研究室がある人だとか、そんなことは全部横どけてね。それはもうお付き合い長いですからね。そういうことは全部どけてね。でもやっぱりアクティブラーニングとか主体的な学びって学習への向き合い方だけの話なんでね。そこに深い学びとか、学びの内容とかね、入れていくとね、話複雑になっていて、本当に求めたいものを求められなくなっていく。で、現場が、私はこれはやっぱ中教審の、あ、中教審というか文科省の縦割り構造もね、大きな原因になっていると思っていて、審議したら必ず教科部会に投げますからね、教科で主体的、多様的で何とかをどう考えるかとか言って話になったら、学びが入ってくるんですよね。深い学びとは何だみたいなとかですね。最後、見方、考え方までこう、後ろ、抑えてですね、かなりこう硬直化した。私はそういうふうに、ちょっと言葉選ばず言われて、蛇足だったって言って思ってるんですけれども。先生、そこら辺はどうですか？つまり、質問は、私は大きな傘だけね、言っておくべきだった、これからもそれぐらいでいいんじゃないかとか思っていて、で、ただ、資質能力の育成にちゃんと向かうようなね、アクティブラーニングではあらないといけないので、何でもかんでも子供がただいろいろ頑張ってやってりゃ OK とか、そんな話はない。その間をこう作っていくのはやっぱ現場の鋭意努力かなとかね。ある意味おっしゃる通りだと思います。子どもたちが能動的、積極的になるっていうこと自体は、学びにとってとても大事なことなので、だからそれがこう、定式化や固定化っていうことに、向かうベクトルみたいなものを妙に強めないで、なんとかならないかっていうのが、私の素朴な、なんていうかな、気球というか、思いなんですね。ですから、そこが結構大事かな。ただ、
まあ、教育学、あるいは、まあ、こういう、批判的にこう、そういう、文科省の提案とかを、検討される方々の議論っていうのは、まあ、ある意味、現場の雰囲気なんかもつかみつつ、まあ、要は、下手をすると、教える教員の側が、もう、こう、言葉をちょっと、まあ、うまく選ばないといけないかもしれないけど、まあ、受け身にというか、指示待ちになるみたいなことに、ならされている面っていうのがあるんじゃないかな。まあ、だからそうならないように、現場がむしろ自由にできるだけいろんなこうやり方を試しながら、もちろん教育の内容の標準っていうのは当然あるわけなので、それをでもどう教えていくか、で、その時にアクティブなものをどう入れていくかっていう、まあ、工夫ができるっていうことが、まあ、今日的には一番、まあ、少なくとも自分が考えられる最適解なんじゃないかなというふうな感じを持ってます。小針さんね、私もうちょっとこの人とやり取りしたかったんですけど、まあ向こうが出てこないんでね、ちょっとあんまり生産的なこう討論にならないんですけれども、私ちょっといや、そうは言っても、まあこういう人たちの声っていうのも大事だってこう客観的に思ってるところもあって、全く無下にね、いや、なんだよこの本とか、そんな思ってないんですけれども、先生にね、ちょっとここに書かれてあることで、お考え聞きたいんですけど、一つはね、型に対するこう、まあ文科省も最後は型がこう、なんていうか、決まった型を求めるものではないと何度もこう、ただし書きをしていくんですけれども、私ね、型の捉え方っていうのがあるとは思うんですけど、すごいこう緩いレベルからね、ものすごい硬いレベルまで、だけどね、私はペアワーク、グループワーク発表ぐらいの型、これを型と呼ぶかわからないけれども、そういう学習の形態っていうのは結構言ってるんですよ。で、書く、話す、発表するっていうことも言ってるしね。で、これぐらい言わなかったら通らないんですよね。で、宗派ありって言うじゃないですか。芸能の伝統芸能とかでね。つまり彼らはやっぱ種っていう、こう基礎的なこう、いわゆるこう、伝統技能っていうのは、型で学んでいくんですよね。もう理屈抜きで、お師匠さん、あるいは伝統的に大事だとされてきたものを受けていくわけですよね。で、そこからその宗の、宗派の守るですけどね。で、それを、受けながら、その過程で自分なりの解釈とか、自分なりのこの時代に合ったその方向性とかを作りながら、破って離れていくっていう、これが宗派ありってね、伝統芸能でよく言われることなんですけど、そういう意味ではね、私はこの型の捉え方っていうのが、やっぱり雑だったなって思っていて、私は軽い意味でのね、いやだから、例えばさっきのポジショニングの話もそうなんですけど、例えば一人アクティブラーニング OK とか、もうこれ完全に趣旨を外しているんでね、例えば講義を聞いている中でもすごく一生懸命考えてるっていう能動的な姿をね、アクティブラーニングと呼ぶ人とかも後々出てきたりして、いやいや、そもそもの前提が全然違うと。いうようなことをこう言い直さないといけなくなっていく中で、まあ今日迎えてるんですけれども、でまあ一人アクティブラーニング OK とかいうのはもう今ありませんけどね。でもいずれにしても、私はね、この型っていうことはね、そんなに否定的に捉えてないですね。ここ先生どうですか？まあ、ぶっちゃけて言うと、程度もんだと思うんです。そう要すそるに、何も型がなくて教育できるかってできないですよね。う。うん。私もそう思います。で、例えば、共同学習みたいなこあとを、ゼミとか、あるいは、少年時教育の、まあ、小集団学習とかで取り入れたりしています。いくつかパターンがあるんです。あれ、やっぱり、まずは最初に、教材をちゃんと各自が読んできて、で、この形で発表してね、みたいな、一定の型があって、で、それがあるからうまくいく部分っていうのは、やっぱあるわけですね。もちろん、うまくいくかどうかで、また見てみて、で、このやり方じゃ今の、学生さんたちの、まあ、力量とか、あるいは個々の力量とか、集団の雰囲気とかに合わなかったら変えればいい話なので。だから、型がない教育って実はないと、私も思います。だから、
そこがむしろ、まずいのは、要するに固定化ですね。これじゃないといけないとかね。あるいはそれがまた妙に権威づけられるとか。そこがまずいなというところであって、一定程度だから、柔軟性を持ちながら、いろんなやり方を、試していけるっていうこと自体が、非常に大事じゃないかなと。で、むしろ他の人から、こんなやり方があるよって言って、型を学ぶっていう機会があると、それはむしろいいと思うんですよね。あ、先生、他の先生がこんなやり方してるんだとかね、いうのを聞いて、結構私も取り入れたり、授業ではやってましたから、それも含めて、いや、型なんだ、型はまずいんだって話になったら、いや、それは全く素手で授業しろっていうのっていう話になってきますから。